ハロルド友人エジャートンはマサチューセッツ工科大学で電気工学教授を務めていた人物。ストロボスコープを単なる実験器具から一般的な機器へと転換させたことでよく知られている。1903年4月9日、ネブラスカ州フリーモントにてメアリー・ネッティ・イコート・フランク友人にエジャートンの子として生まれる。父方の先祖、リチャード・エジャートンはコネチカット州。 ノーウィッチの最初の入植者の一人で、さらにその先祖であるウィリアム・ブラッド・フォードは、メイフラワー号の乗客で、プリマス植民地を作った一人である。父フランクは弁護士で、ジャーナリストで作家で有弁家であり、1911年から1915年まで、ネブラスカの司法時官法を務めた。ハロルドは主に、ネブラスカ州オーロラで育ったが、ワシントン DC やネブラスカ州リンカーンに住んでいた。 こともある。1925年、ネブラスカ大学林間校で電気工学の学士号を得る。マサチューセッツ工科大学に進学し、1927年には電気工学の修士号を得た。博士課程では、ストロボスコープを使った同期電動機の研究を行い、1931年に理学博士を得た。エレクトロニックフラッシュを使って、 日常の事物を撮影することを思いついたのはチャールズ・スターク・ドレーパーのおかげだと当人は語っている。最初に撮影したのは蛇口から出ている水流だった。1937年、生涯の友となる写真家、ジョン・ミリと共同で仕事をするようになった。ミリは撮影スタジオに複数のエレクトロニックフラッシュを設置して非常に美しい写真を撮影し、その多くが ライフ氏に掲載された。このマルチフラッシュ撮影では、ストロボスコープが最大で、毎秒120回もフラッシュした。エジャートンは、そのような高速フラッシュを使って、瞬間を捉える写真を撮影した先駆者である。例えば、風船が破裂する様子を連続写真で撮影したり、弾丸がリンゴに当たる瞬間を撮影したり、デビルスティックの動きを、 連続写真で撮影したりしている。ストロボスコープを使った斬新な写真撮影を行ったことで1934年、英国王立写真協会から銅メダルを授与された。また、フランクリン協会から1941年には、ハワード・ N ポッツメダル、1969年には、アルベルト・エマ・イケルソンメダルを授与された。そして1973年、 アメリカ国家科学賞を受賞。エジャートンのラペイトラーニックというカメラで撮影された核爆発の瞬間、エジャートンはケネス・ j ジャームズ・ハウゼンとコンサルティング業を始め、後にヘルベルト・クリアもそれに加わった。社名はエドガートン、ジャームズ・ハウゼン、グクリアとしたが、1947年に EG&G と解消。アメリカ原子力委員会と契約を結び、 1950年代と1960年代のアメリカの核実験の写真撮影と記録に大きな役割を果たした。そのために EG&G はラペイトラーニックという超高速カメラを開発した。エジャートンの仕事は海底を操作してナンパ船を探す速報操作ソナー技術の発展に寄与している。ジャック・イブクス島には エレクトロニックフラッシュを備えた初の水中撮影用カメラを提供し、沈没したブリタニックを探すためにソナー技術を開発した。南北戦争中に沈没した戦艦アセスモニターを探すプロジェクトにも参加している。クストと働いている頃、パッパフラッシュというあだ名で呼ばれるようになった。科学技術への洞察力でストロボスコープの商用化に貢献しただけでなく、 美的感覚にも優れていた。あまりにも高速であるために肉眼では認識できない現象を撮影した写真の多くは非常に美しく世界各地の美術館で展示された。1940年、エジャートンの高速ストロボスコープを扱ったドキュメンタリー短編映画ストロボスコープの世界がアカデミー賞を受賞している。1948年、 MIT の電気工学の正教授に任命された。1956年、アメリカ芸術科学アカデミーのフェローに選ばれている。エジャートンは、MIT の学生に人気だった。教育のコツは、学生に学んでいることを気づかせることなく、学ばせることだと語っている。MIT の大学院生寮の一つには、エジャートンの名が付けられている。 ナショナルジオグラフィック1987年10月号では、ドック・エドガートン、ザ・マンフーメイド・タイム・スタンド・スティルと題して、エジャートンを特集している。ネブラスカ大学リンカーン校を卒業した後の1928年、エスター・メイ・ギャレットと結婚。エスターは1903年9月8日、ネブラスカ州ハミルトン郡で生まれ、2002年3月9日、サウスカロライナ州チャ ネブラスカ大学リンカーン校で数学と音楽と教育学の学士号を取得している。ピアノと声楽が得意でニューイングランド音楽院に進学し、ネブラスカ州オーロラやボストンの学校で音楽教師として働いた。子供は3人儲けた。1990年1月4日、86歳の時、マサチューセッツ州ケンブリッジで突然亡くなった。 ケンブリッジのマウント・オーバーン・セメタリーに埋葬されている。1990年7月3日、ネブラスカ州オーロラの市民が草の根的にエジャートンを記念して科学館を設立。エジャートンの作った装置などを収蔵するとともに、科学実験の実演などを行っていた。5年後の1995年9月9日、エジャートンの子孫や市民からの寄付により、 エドガートン・イクスプラロットセンターが正式に開館した。1992年、MIT にエドガートンセンターが開設された。学部学生と大学院生のための実地研究施設で、高校生や高校教師の教育プログラムも実施している。ありがとうございます。